昨日から始まったこの取り組みは、新型コロナの影響で売り上げが減った飲食店などの要望を受けて、鳥栖市が初めて行うものです。市は市役所1階の市民コーナーを販売スペースとして無償で貸し出し、今日は2店舗が弁当や惣菜のほか、ロールケーキなどおよそ20種類を販売しました。参加するのは市内でテイクアウトに取り組む飲食店など6店舗で、1日に1店舗から2店舗が交代で販売するということです。こういう形で少しでもこう貢献というか、そういうのができたらと思って、はい、利用させて今日はいただきました。普段外にも行けないので、ちょっとこういうのがあっていったら、私も少しはちょっと協力できるかな。販売は今月26日まで、午後4時から午後6時となっています。